はい、ではですね、今からションタムが飼ってるカーペットパイソンに餌やりを見せてくれるということで、はい、普段どんな餌を与えてるんですか？今日はですね、はい、こちらになってます。おう、これは何ですか？一応右が、はい、モルモット。あ、モルモット、確かにでかいな。モルモットです。で、左はがホッパーマウスですね。まあ一般的なマウスですよね。はい、で今日与える子が、うん、まあ大きい子と、はい、もう一人小さい子の日になるんで、はい、まあ、この極端な餌を我々用意しました。まあモルモットでか、でもまあもちろん冷凍ですもんね、この子は。はい、冷凍の商品をね、取り寄せて。なるほど。はい、今日与えさせていただいて。じゃあ早速見せていただいてよろしいですか？はい、じゃあお願いします。で、今日はちょっと一番上のインランドカーペット、インランドカーペットの子に、はい、はい、食べたいと思います。今ね、寒眠期中だから食べてくれるといいんですけどね。お、でも反応してるんじゃないですか、これ。あー、こうなると食わないですね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。なるほど。そうなんですよ、今日多分これだと食わないんで、うん、いや、やっぱり分かるんですね、買ってて、一回ちょっと下がっちゃいましたもんね。寒眠期中だから食べない。なるほど。まあ、ちょっと今日キャラメルアルビノジャガーが、はい、ちょっとご飯日なので、お、ちょっと今日はあげてみます。はい、ちょっとどうだろうね、食べてくれるかな。食べるかな。お、お、お、食べましたね。あ、やっぱりでもやっぱ、なんていうんですか、この捕食する瞬間早いな。早い。この子しかもあれですよね、さっきは全然威嚇しなかった、おとなしかった子ですもんね。そうです、めちゃめちゃおとなしい子なんですけど、やっぱ餌食いの時はもう、へぇー、ずーっとグッと締めてますね。こうやってちゃんと締めてグイっていってますね。このまま丸飲みするんすもんね。そうです、もうこのまま丸飲みですね。いくらこれマウスちっちゃいとはいえね、自分の口よりかはだいぶ大きいサイズですけど。そうですね、体自体が、マウス自体の体は太いんでね、これでも食べれるわけですもんね、ヘビは。全然大丈夫です。これヘビは息詰まったりしないですか、これこう噛んでる時に。ヘビの舌が出るところって、うん、肺と直結してて、ほう、例えばこう顎が開いてる時も、はい、そこで実は呼吸してるんですね。ヘビがこう舌ピロピロピロって出してるところの空気穴、もう言ったらば空気穴みたいになってて、うん、要は顎から飲み物飲んでるけど、あ、ちゃんと空気もできてる状態で、呼吸もできる、呼吸も。へえ。だから穴込むんだとか、よくね、ニュースの映像とかですごい大きいカピバラとか食べてますけど、はい、あ、はいはいはい、それでも全然喉詰まらせず呼吸ができる。へえ。よくでもこれ顎も外れないなと思うもんな、これ。顎外れるんですよ、ヘビって。え、外れるの？はい、ヘビって普段顎を外して大きい餌を食べるんです。あ、なるほど、はい、一回外して開いてる状態にしてるってことなんですね。そうです、だから関節自由自在に外れるんです。へえ。しかも前の顎、はい、あるじゃないですか、はいはいはい、は、はくっついてないんですよ。ああ、何、骨がこう分かれてるってこと。そういうことですね。へえ。あ、でそれでパカッと開いて、そういうことです。だからいわばケツ顎ってことです。それ言われたらちょっとなんかあんまりイメージがあれやな。ケツ顎だから縦にも横にも自由自在に開くっていう。ああ、なるほど。でこう包むようにこう。そうです、だから丸の身ができるんですね。へえ。ここから頭探してゆっくり食べ始めると思います。はい、ということでね、こっからはションタム曰く飲み込むまでに結構時間がかかるみたいなので倍速でご覧ください。これ今飲み込みやすいように頭を探している状態ですね。お、頭を見つけたみたいですね。うん、ゆっくり飲み込んでいってます。これね、今倍速にしてるんですけど、この子結構食べるスピードは速いみたいですね。こうやってね、ガンガン飲み込んでいってますね。これでもやっぱあれですね、ヘビ飼いの YouTuber の人は撮影大変ですね。僕が飼ってるカメレオンとかはね、一瞬でパシュッと食べてくれるんで、そんな長回ししなくていいんですけど、これ今三脚立ててずっと録画してるんで、
これ容量とかね、電池の問題が出てきますね。おー、でも順調に飲んでくれてますね。いやー、でもこうやって見るとヘビも不思議な生き物ですね。あー、ちょっと、あー、うまいこと顔見えへんな。これもヘビ撮影あるあるなんか。あ、ちょっとだけ見えるようになりましたね。うん。で、もう気づいたらもう後ろ足まで来ましたね。しかしこれ器用に食べますね。あ、ちょっと見えやすくなってきたか。いや、最後ね、僕ぜひ見てもらいたいシーンがあるんですよ。これね、もうちょっとですね。これ最後尻尾をね、食べるときチュルンってやる顔がヘビ可愛いんですよね。見えるか、このポジションやったら。ああ、そう、これです。このシーンね、これめっちゃ可愛くないですか。もうなんかあくびみたいに最後ガーッとね、動き口開けるシーン。うん、ということでね、もう全部食べきってくれましたかね。うん、やっぱこれヘビも可愛いですね。飼いたくなるな。うん、今ここに入ってますね。膨らんでます。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。